温かそうなものを飲んでる。なんとこれはゴーゴーティーです。おはようございます。筋肉痛きていますか？もうもうって感じ。もうもう私の筋肉ちゃんやばいって感じ。ピクピクしてる。もう最近違う、最近の気づいたんですけど、なんか最近すごい手震えるなと思って。そう、あ、まあその、まあ、去年からだったんですけど、めちゃくちゃ私にさ、特に別に何もしてなくてもいつも震えてるの。そう、なんか、あのめっちゃもうすっごいうーって震えてるわけじゃないんですけど、あの本当に薄くこう、あのなんて言うんだろう、ちょっとこうちょっと震えてる、ほんのちょっと、もう本当にもうなんかマジわからない程度ぐらいにちょっといつも震えてるんですよ。なんか何かをこう書こうとした時とかもめっちゃ震えて、もうこんなんだったりしたりとか。そうなんです。そうからなんでだろうなってずっと思ってて、だからさ、そのこの間さ、あの書き留めしたじゃないですか。その時とかもう、あのもうさ、その習字、こう習字でこうさ筆持ってさ書こうとした時とかさ、もうプル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 吹いてるわけですよ。もうおー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 と思いながらね。そうからやばいなと思って、何なんだろうって思ってるね。ちょっとめっちゃ何なんだろう、ちょっとおかしいな、あれ、アルチューみたいな、おう、おう、私あるちゅう。いやでも多分大丈夫なんですけど、多分全然なんかそこ以外は別に支障ないし、でなんかそのダンスを踊ったとかが一番やっぱり分かりやすくて、もう震える。体も心も震えてる。あの、あ、それは冗談で、あのすっごい、ね、本当にもう踊って、もうめちゃめちゃにこう踊っ、でなんか手をなんか携帯とかでこう触ってるじゃない、触るときとかもこうプル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 ってなりながらなんか触ってるんですよ、いつも。そうだからなんか怖くて、めっちゃなんでなんだろうって思ってるんで、なんで、
ほどではないと思うから、別にもう何とも思ってないこともないですけど、まあでも大丈夫だろうなって思ってるから、私の中ではもうなんか手が震えるっていうところ以外では別に何ともならないから、そうなんか手出して不安になっちゃう、なんか手をこうちょっとでも ここに置くだけでも、この手はここにあっていいのかみたいな、いろいろなんか不安になってるのかな、 不安になって震えてるのかなみたいな、ちょっと思ってるんですよ。似合っていいのかなっていう不安でこう手震えてきてるのかな、またここにあっていいのかな、違う。っていうことをその昨日気づいたんですよ。なんかめちゃくちゃに私震えるな、でもそういうものだと思った。みんなも絶対いつも震えてるし、いつも震えてるしってちょっとあれだけど、いつも震えてるだろうし、もうダンスを歌った時あとなんかね、もうガクブルだろうって思ったんですよ。いやでもそんな話そんな聞かないしと、めっちゃ手震える私とか言ってる人とか全然聞かないし耳にしないけん、あれれおかしいぞってなったわけですよ。まあそれで終わったんですけどね。今日は LINE ライブがありますね君の話変わる、めっちゃ。そう、なんだっけ、そうだ11日だもんね。今は何日ですか、8か8 9 10 11、あと3日、もうしあさってですね。じゃあ本番やばいやばい、しあさってやばい、にゅん、スイカルありがとうございます。中谷さん、シアさん、ハートありがとうございます。二人楽しみ、楽しみにしててください。声どんな感じだって、どんな感じ、声の予感って感じする。みんな心に、ポコさん、なるもありがとうございます。なんか北海はすごい、なんだろうな、なんかこう仲間って感じ。
かも。ですね。でもなんか、仲間って感じ。なんか振りとかもベアブリとかも多かったりとかで、やっぱりそうですね、みんな仲良しみたいな感じ。そう、みんな、ね、仲良しだよ感じですね。ユニット？ユニットはね、まあでも、まあそれぞれ、それぞれね、こういいと思いますよ。まあ恋はまああれかあれね、まあまあきっといいと思います。れんくんとしさん、ハートありがとうございます。あれ考えてくれました？あの7曲当てるやつ。書いた？本当？何書いたんだろう。何も考えてない。もう考える気ないやん。いいん。すぐ諦めた。VT の1曲目。まずラブ修行、まずね、ラブ修行。全部コインドスやば、全部コインドスはやばいって、やばいですって。目力入ってそう。うん、確かに。どうなんでしょうかね。仕事行ってきます。行ってらっしゃい、なでくん。君に。三度の飯はうどんで決まり。希望について、希望について僕が語ろう。しきめろ。伸ばしても、
中原の何曲当てられるでしょ。でも私も多分ファンの人側だったら多分わからないと思う。うん、3つ当たっても絶対すごい。答えはじゃあまずまあ瀬戸内の声モンさんハートありがとうございます。まあその次ノーウェーマンあれ差が激しすぎでしょ。同時の声からのノーウェーマンやばい。それでも完璧にやったらめっちゃかっこいいけど。昨日ごめんね、夜配信来なくて。って夜配信してないから大丈夫ですよ。明日、明日じゃない、昨日。あ、おばちゃん忘れた。あ、じゃあちょっと3曲目におばちゃん入れて一番最初じゃないの。気持ち的にもわからないよね。もう私の声始まってだってノエもおうだって、ええここでみたいな、ええってええここでですかみたいな、どうしたらいいんだろう気持ち的にはみたいな、これを切り替えた方がいいのかなみたいな、今までのが前座だったみたいな。のとびとマックさん、ハートありがとうございます。パミタリさん、だるまありがとう。ドロップの音が消えます、おはよう。ゆうやくん、そうくん、ハートありがとうございます。水平わまあでも楽しみにしててください。皆様楽しみにしてくださいね。来てくれるんですか？初日、土日、11、12、どっちか行きますよ。中肉やった、合ってるね。ゲーム最善でCMM の最善でね、お待ちしてます。しっかりしっかり目に焼き付けてください。ラファ元気、ラファはね元気かわかんない、やってないから全然。小判とうまありがとうございます。ペニューさんハートありがとうございます。
よし、じゃあ終わりますね。どかわき、みゆちゃんって呼びます。あ、叫びます。みゆちゃん、みゆちゃんとかじゃない、違う、みゆちゃんそう、叫びそっち、そっち、そのコールの方のさ、みゆちゃんなのか、それとも全力のそのもう、はい、おたけびなのか。そう、なんか昨日めちゃくちゃに、あの本当にあのめっちゃ怖い動画を見たんですよ。動画を見て、でそしたら、あ、怖い、ああん、怖い動画とあの話、怖い話みたいなを昨日や聞いたのと見たんですよ。そしたらもう怖くて怖くてすんごいめっちゃ怖くて本当に。でなんか絶対にもう今日、まあ、今日ね、この夢に絶対出てくると思ったこれ絶対出る、もうそう、もう絶対、これ絶対出るからと思って、そんでなんかもう寝たくなかったんですよ。だから寝たくなかったんだけど、まあ普通に寝たよね。そしたらよ、聞いて、何もなかった。夢を見なかったことにびっくりしたそう、もう本当に怖すぎて、もう涙出てくるかぐらいにね、もうここまで来てた、もううる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 っとまで来てたの、もうそのね、怖いやつ見てた時とか、その聞いてた時にもうこの辺まで来てて、あ、もう今日絶対夢出てくる、もうそのことが頭から離れないと思って、もう絶対これ夢出る、絶対と思って、そしたらなんで見ないのみたいななんで見ないの、見たかったちょっとみたいなそうなんですよ、もうはいはい、いや、まあ、よかったですけどね、見たかったから、まあそこ、まあよか、いや見たかったちょっと見たかったな、だからまあ何回ぐらいあの動画とか見たらいいんですかねそしたら、ね、夢出てくるかなと思って、100回、オッケー、じゃあ垂れ流ししとくね。嘘、なんかた多分何も今日1日でも100回は行くでしょ。オッケー。それが、いや、それは違う。油断せたら出るよ。お、じゃあ油断してよ。あ、ま、今日も絶対夢見ないよね。って思いながら寝たら大丈夫ですか今日顔が卵みたいだね。だって顔が丸っこいって言ってる。かなでぃ、テンクハートありがとうございます。テムニャンルンありがとうございます。おいしい卵って、あ、おいしいかおいしくないかは別に私聞いてないもんよし、じゃあランキング読みます。13位タカさん、12位アツさん、
10位レン君、10位ポミトイジさん、9位アーリーさん、8位ソウ君、今日も一日頑張りたい、頑張ろう。そして第7位がモーさん、6位がクライセさん、5位がフスさん、4位夏みかんさん、そして第3位が中井優さん、ありがとうございます。第2位がスイカ、ありがとう。そして第1位がトシさんです、ありがとうございます。ポポポポポポポ、はい、ありがとうございました。皆さん本当に今日も、はい、そう、握手会の2月8日の1部と6部と3月21日の大阪で1部完売をはい、いたしまして、本当に皆さんありがとうございます。こうね、極小、昨日この間極小出たことにすごいもうめっちゃ嬉しくて、もうわっしょいって感じだったんですけど、もうちょっとわっしょい使うのやめようすごい嬉しくて、もうはい、極小とか出たことなかったから、その第一次でね、今までだから、すごいなんかやっぱ嬉しかったんですよ。もうそしたらもうね、こう完売もこう皆さんがしてくださって、本当にもう心から感謝です。なのでその感謝をこうパフォーマンスだったりとか、はい、握手会とかでね、こう伝えていけたらいいなって本当に思いましたので、いっぱいいっぱいこれからも会いに来てください。絶対後悔させません。ありがとうございます。いっぱい会おうねいっぱい会っていっぱい話しようね。ご紹介、まあ、その他もねまだいっぱいあるので、まあ、3月21日はその、まあ、ST48 祭ということでね、めちゃくちゃに楽しいやつがあるんですけど、とあとはもうね、4月の26日がコスプレを今とこする予定で、であともう一個ちょっとまだ考えてないんですけど日程は考えてないんですけど、もう一個ねコスプレはする予定なので、ぜひよかったら、はい、コスプレをしたどかちゃんにも会いに来てくださると嬉しいです。さすがにね、ゴリゴリのちょっとね、この間のミクみたいな感じのコスプレはさすがにちょっとできないのでからちょっとね、こう、かわいいのをちょっとセレクトしてやりますので、ゴリゴリ見たかった？ゴリゴリのコスプレみたい、ほんと？じゃあまたいつか握手会ではね、ちょっとさすがに私やりたくないなって思って、あ、髪めっちゃもう色変わってみたいな、はもうちょっとまた違う機会で皆さんの前に見てもらえたらなって、こういう画面上とかじゃなくて、こう、ね、何かのイベントだったりとかで披露する時があったらな。ラブニャンハートありがとうございます。仮想大会ね、そう、4月26日でやるコスプレはマイハちゃんと一緒にやる予定なので、よろしくお願いします。では終わります。
皆様、配信見に来てくれてありがとうございました。今日も一日頑張ってください。私も頑張るね。